春の訪れがますます感じられる今日この頃です。今年は5月になんと5年ぶりに春の園遊会が開催されるとの嬉しいお知らせがございます。そんなわけで、これまでの春の園遊会において皇后雅子さまがご披露された素晴らしいファッションを振り返りながら、改めておさらいしていきたいと存じます。1994年5月雅子さまにとっての初めての春の園遊会では、若々しく小ぶり袖を着こなされていました。着物は端正の地に幸福の印として用いる吉祥文様が入っていて、とても晴れやかなムード。着物の文様と